皆さん、こんにちは。韓国のガールズグループのケプラー。ケプラーは2021年に Mnet のオーディション番組ガールズプラネットクククから誕生した彼女たちは9人のメンバーで活動を開始し、デビュー以来多くのファンから愛されています。しかし最近のニュースではメンバーの一部が脱退し、残りのメンバーが再契約を結んで活動を続けることが発表されました。今回はケプラーの現状と今後の展望について詳しくお伝えしていきます。2024年5月30日にケプラーの所属事務所であるワークワンとスイングエンターテインメントが公式ファンコミュニティサイトで7人のメンバーが再契約を結び、ケプラーとしての活動を継続することを発表しました。この再契約メンバーはユジン、シャオティン、チェヒョン、ダヨン、ヒカル、ヒュニンバヒエ、ヨンウンで、所属事務所はこれまで2年6ヶ月間にわたりケプラーのメンバーとして全ての活動に最善を尽くしてくれたマシロとイエソに心から感謝を申し上げるとともに、これからも変わらず応援いたしますと述べ、彼女たちへの感謝の意を表明しました。また9人体制での最後の活動として、韓国でのファーストアルバムと7月に予定されている日本でのコンサートが行われる予定です。デビュー以来彼女たちは多くのファンから支持を受け、韓国だけでなく世界中で人気を博してきました。一方で今後予定されているコンサートをもってケプラーとしての活動を終了することが報告されたマシロとイエソは、本来の所属事務所であるイルササムエンターテインメントで活動する3人組ガールズグループのライムライトに合流すると言われています。ここでケプラーの再契約を結んだメンバーを改めて紹介します。ユジン、ケプラーのリーダーであり抜群の歌唱力とダンススキルを持つグループのまとめ役として重要な存在です。彼女のリーダーシップはグループの結束を強める上で欠かせないものとなっています。シャオティン、中国出身のメンバーで、その美しいビジュアルと高いパフォーマンス力で注目を集めています。彼女の存在はケプラーの国際的な魅力をさらに高めています。シャオティンの柔軟なダンスと強い表現力はファンに強い印象を残します。チェヒョン、甘い歌声と繊細なダンスが特徴のメンバーです。彼女のビジュアルとパフォーマンスは多くのファンを魅了しており、チェヒョンの優雅なパフォーマンスと安定したボーカルはケプラーの楽曲に深みを加えています。ダヨン、エネルギッシュなダンスと力強い歌声が魅力のメンバーです。彼女の明るい性格はグループのムードメーカー的存在です。ダヨンの明るさとエネルギーはステージ上でのパフォーマンスに大きな影響を与えます。ヒカル、日本出身のメンバーで、そのカリスマ性とパフォーマンス力でファンを魅了しています。彼女の存在は日本でのケプラーの人気を支えています。ヒカルの情熱的なパフォーマンスと強い個性はグループのダイナミズムを引き立てています。ヒュニンバヒエ、グループの最年少メンバーでありながらそのポテンシャルと努力で注目を集めています。バヒエの純粋なエネルギーと柔軟なパフォーマンスはケプラーの多様性を象徴しています。ヨンウン、パワフルなダンスと明るい性格でファンに愛されるメンバーです。彼女のエネルギッシュなパフォーマンスはケプラーの魅力を引き立てています。ヨンウンの確かなダンススキルとエンターテイナーとしての素質はグループのステージをより魅力的なものにしています。そんなケプラーのメンバーたちはそれぞれの個別活動にも力を入れていく予定のようです。また再契約に関しては今後の活動に期待の声もある一方で、批判的なコメントも上がっており、中でもケプラーのメンバーのビジュアルやスタイルについての批判の声が上がっています。理由として半数以上のメンバーが身長150センチ台であり、他のガールズグループと比べて幼く見えることが影響しているとされています。他にもケプラーのメンバーであるヒュニンバヒエは兄である TYT の非認会の妹として知られており、そのことで一部のファンからは非難されることがありました。韓国のネットユーザーの中には、彼女は兄の七光でデビューを手にしたと批判する声もありました。さらにお兄ちゃんの力と不正投票でガールズグループのメンバーになったというタイトルの国民請願が提出され、1812人の賛同を得たこともあります。そんなヒュニンバヒエはデビュー前からそのバックグラウンドが注目されており、ヒュニン会の妹ということで注目されており、これが彼女にとってプラスにもマイナスにも働いたといえます。そして番組放送後2位の座を獲得し、ケプラーのメンバーとしてデビューを果たしたバヒエはデビューショーケースではサビの振りが違う、テンポがずれている、手抜きダンスなどの指摘がされました。特に音楽番組のサムネイルで一人だけ
振りがずれている部分が抜かれたことが決定打となり、ダンスの実力に疑問が投げかけられることになり、現にバヒューのパートについてはどの曲でも非常に少なくなっています。また一部の視聴者は彼女が兄の影響でデビューしたと感じ、ケプラー8人支持を掲げ彼女を除くメンバーを応援する動きもありました。そんな批判的なコメントも多いケプラーは、同じオーディション出身のガールズグループということでアイズワンとも比較されています。アイズワンはその美しいビジュアルとアイドルらしいコンセプトで人気を博していました。そんなアイズワンの解散の理由や原因についてもまとめていきたいと思います。アイズワンは Mnet のサバイバルオーディション番組プロデュース48から誕生したグループで、2018年10月にデビューしました。日本からは AKB48 グループのメンバーも参加し、韓国と日本の合作として大きな注目を集めました。しかし活動期間が2年6ヶ月という期限付きユニットとしてスタートした彼女たちは、2021年4月に契約満了を迎え解散することとなりました。解散に至る理由は一つではなく、いくつかの要因が複合的に絡んでいるといいます。まず一つ目の理由は、アイズワンが期間限定ユニットとして結成されたことです。初めから2年6ヶ月という活動期間が設定されており、これが契約の終了時期となりました。次に不正投票操作問題も大きな要因の一つです。プロデュース101シリーズ全4シーズンで投票に不正があったことが発覚し、その中でも特に第4シリーズで結成された X1 はファンの怒りを買い解散を余儀なくされました。しかし実際にはこの問題はアイズワンの解散の直接的な理由ではないとされています。アイズワンが解散に至ったもう一つの要因として、一部の強い韓国に残る反日運動が関係しているのではないかという噂があります。日本人メンバーを含むグループであるアイズワンは結成当初から反日の声にさらされていました。彼女たちのファーストアルバムカーライズが発売された際には、韓国の国民請願掲示板にアイズワンの公演、放送、出演を禁止してくださいという請願が多く寄せられました。その数は1ヶ月でなんと 45,072 筆にも上り、アイズワンの存在に反発する声は根強く存在していました。このような反日の声がアイズワンの解散延期を妨げた一因となった可能性があります。実際同じく日本人メンバーを含む TWICE や日本人のみで構成される K-POP アイドルグループ NiziU に対しても同様の反発が見られています。そんなアイズワンの解散を惜しむファンの声は非常に大きく、2021年4月21日にはアイズワンの再結成を求めるクラウドファンディングが登場しました。このクラウドファンディングは現時点で32億3000万ウォン、日本円で約3億2000万円を突破し、ファンの熱意が感じられます。ここまで需要のあるグループの解散は時期尚早であると感じられるかもしれませんが、解散延期をしなかった理由は何なのでしょうか。一つの大きな理由はアイズワンの解散が運営側の経営戦略の一環であったということです。アイドルグループを期間限定として売り出すことで人々の心理に働きかける効果があります。期間限定のユニットであることがファンの熱意を一層高め、その短い活動期間を全力で応援する動機となります。二つ目は次のアイドルグループへの移行です。解散後メンバーの一部はソロ活動や新たなグループでの活動を始めています。例えば宮脇さくらはルセラフィムのメンバーとして再デビューし、新たな道を歩んでいます。またその他のメンバーもそれぞれのキャリアを築いていくことが期待されています。またアイズワンが解散した後もファンの熱意は冷めることなく続いています。解散の発表後ファンは SNS を通じて様々なメッセージを発信し、彼女たちの今後の活動を応援しています。アイズワンが解散したことで感じる喪失感は大きいが、彼女たちの新たなステージを応援したいといった声が多く寄せられており、またユジンはファンを信じて日常をずっと撮影し歌と一緒にプレゼントしてくれたとメンバーの真摯な姿勢に感謝する声も見られます。一方でアイズワンの解散は運営側の戦略の一つだと感じるといった批判的な意見も存在します。解散の理由や背景に対する疑念を抱くファンも少なくありません。解散の背景には運営側の巧みな戦略が存在し、その一環としてアイズワンのメンバーそれぞれの個別のキャリアを生かすための解散であったことも理解できます。しかしファンにとってはその解散が時期尚早であり惜しむ声が多いのも事実です。アイズワンのメンバーは解散後もそれぞれの道を歩み続けています。新たなグループでの活動やソロ活動を通じて彼女たちの新たなステージが続いていくことをファンは期待しています。
そして彼女たちが築き上げた功績や思い出は今後も色褪せることなくファンの心に残り続けるでしょう。そんな今回解散ではなく再契約を結び新しいメンバー構成での再スタートを切ることになるケプラーですが、その過程でいくつかの課題に直面することが予想されます。そんなケプラーが今後成功を収めるためにはファンとの絆を深めることが不可欠です。ファンミーティングやオンラインイベントを積極的に開催しファンとの交流を強化することが重要です。また SNS を活用してメンバーの日常や活動の様子を発信しファンとの距離を縮めることも大切でしょう。このファンとの強い絆がケプラーのさらなる成功の鍵となると言われています。いかがでしたでしょうか。新しいメンバー構成でのチャレンジを乗り越えケプラーはより強いグループとなることが期待されます。人気メンバーの脱退後のケプラーの活動にも注目ですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。